岩尾城は、熊本県上益城郡山都町に存在した、中世の日本の城、山都町指定史跡。二の丸跡熊本県上益城郡山都町の、城源寺本丸及び二の丸に位置する。城地は、標高482メートルの尾根の南西端にあり、北、西、南は、轟川に囲まれる。西端の最高所が本丸で、周辺斜面には、 同心円状のクルワがあった。その南側にある長円状の平坦地が二の丸、北東の尾根を作兵した面が三の丸と呼ばれる。三の丸東側の堀り切りを挟み、土塁が残る。追記年代は明らかではないが、浜の館で非常事態が起きた場合に備えて、あそこれただが気づいたとされる。天文21年には火事があったことが記録されている。天正年間には、 海氏が小西氏の領土となった後は、結城や平次や大田一兵衛が城代を務めた。関ヶ原の戦いの後、加藤清正が領主となって、慶長6年に長尾義正を城代にした。前世の死後に入った加藤正直は、慶長17年に内巻城に移り、岩尾城は廃城となった。ただし、長尾、加藤は、 近くのマナフジ事情状態を検体していたとされ、また、加藤家の文書では、関ヶ原の戦い後に市場を整理した際に残された、城は、マナフジ事情を含めた7条であるため、実際に、加藤家統治時代に城代がいて機能していたのも、岩尾城ではなくマナフジ事情であった可能性が高い。日本歴史地名台 K44、熊本県の地名平凡社、1985年、 岩尾城石上、高原聡氏、加藤良、日後一国統治期の市場体制についてマイナス一国二条体制の考察マイナス、初週、山田隆史編著、シリーズ、食法大名の研究第二巻、加藤清正 ISBN978 から4、から864031394。ありがとうございます。